見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。中学年の時、親が突然姿を消しました。一緒にホームレスをしていた弟も今は消息不明で、何をしているかはわかりません。自らの悲運や両親への恨みを強調するでもなく、淡々と心境を語り始めたのは、現在、エアールームテクノロジーズの社長を務める大藪正則、6だ。業界最注目の若き経営者。2018年に始めた家具、家電を月額で借りられるサブスクリプションサービスエアールームは、現在登録会員数が万人を超えたフォーブスゼロアンダーレイアジアにも選出されるなど、大藪社長は業界最注目の若き経営者の一人だ。シャレたデザインで人気のバルミューダやパナソニックなどとも家電分野で提携。家具分野は大塚家具のほか、全国の大小60社以上の企業と提携しているエアールームテクノロジーズは、コロナ禍で小売業の不振が続く中、企業とユーザーを直接つなげる貸し借り市場の新たなハブとして急成長している。大藪社長は現在一等地のタワマンに住む若き勝ち組社長としての顔も持つ。だが10年前には両親が突如失踪。大藪社長自身も家賃を払えずに家を追い出され、ホームレス高校生として段ボールハウスで苦学する日々を送っていた。仕事をサボってリストラされるとか、自分の努力が足りなくて失敗するのは仕方ないと思います。ただ自分も含めて本来被る必要のなかった不条理を受ける人たちも少なからずいる。そのせいで機会に格差が生まれてしまう状況を変えたいと思ったのがビジネスを始めたきっかけでした。自身の過去をそう振り返る大藪社長にその言葉の真意を聞いた。部活は禁止、食事代を置いて帰ってこない両親。もともと大藪社長が育ったのはどのようなご家庭だったのでしょうか。大藪名古屋市緑区で生まれ育ち、父は自動車部品メーカーを経営する大目でした。両親と一つ下の弟と人で、ごく普通の暮らしをしていたと思います。ただ、今思えば父は会社の創業者である祖父の仕事の手伝いをしていただけで、自分に取り柄がなく、コンプレックスを抱えていたように思います。日頃から私には、普通と違うことをやれと言い、学校の部活に入るのも禁止されていました。こっそり小学校では野球部とバスケ部に入ったのですが、大会で遠征するときにバレて退部させられました。その代わりにこれからの時代に来るからという父の勧めでパソコン教室に通わせてもらいました。パーツからパソコンを組み立てたり、プログラミングをかじったり、遊戯王のカードを売買するサイトを作ったりして、主にネット上で学校の友達とは交流していましたね。友達は少なかったですし、周りから見ればネクラの代表みたいな感じだったと思います。両親は夜勤だったのか、それともただ遊んでいたのかわかりませんが、日暮らい家に帰ってこないこともよくありました。朝起きると、一日の食事代の500円が机の上に置いてあるんです。弟と合わせて1000円、コスパが良かったので、コンビニの6本入り100円のスティックパンを買って昼と夜に分けて食べていました。ゲームとかおもちゃも買ってもらった記憶はないですね。